ルフェインの忘れ物か。新顔だからルフェインの贈り物だね。魔物を詰め込んだ建造物を贈るなんてどんな連中。人柄はともかくとんでもない技術力だな。俺たちのせいか。俺たちがクリスタルを解放した結果がこれか。どうしたの？あの感覚がなくなった。俺を動かし続けたあの使命感か。何かあるな。健康だ。相手する？やるぞ。巻き込まれたくないな。なんだわよ。力を入れろ。どうした？終わる。結構まずいかも。勝ち筋はまだあるわ。毒みたいだね。問題ない。俺が障壁を作っていたのね。アストスのやつ調子悪そうだったな。魔物にやられたって感じとは違ってさ。訳を聞いてもはぐらかされるだろう。ああ、質問をするたびに代償を要求される。あいつは俺たちを利用している。情報という対価をもらえるなら利用されても構わないわ。だこれで行く。ここまで。さてと。能力源を壊したから障壁は解除されているはずよね。なあジャック、覚えているか。クロス衣装はもうあの霧から俺たちを守ってはくれない。頼り切っていたあんたが一番危ないぞ。いわゆる自分との戦いが始まるのね。ジャックには悪いけど弱そう。言ってろ。
健康だ。なあ、俺たちは何をしている？この中の魔物を倒そうとしている。それがアストスから話を聞くための条件。アストスから何を聞く？あいつはいろいろ知ってると思うよ。この世界の状況とか歴史とか。ここからだ。出てきたか。やってやろう。終わりだ。いいものかな。宝箱があるわね。さてと。せい、走れ、カリオ。健康だ。ソフィア、頼むぞ。任せて。当然。大丈夫みたいね。仕切り直す。これで行く。行き止まり？
上に行けそうなんだけど。俺もそんな気がするんだよね。こいつ敵を呼び出す気だ。壊すの得意ね。ジャック様様だよ。いいね、道を切り開いたって感じだ。いいものかな。俺は世界の状況だの歴史だのに興味はない。興味の対象は光と闇、カオス、光の戦士かしら。いや、アストスのことでもルフェインのことでもない。俺が知りたいのは消えた使命感の代わりになるものではないのか。ああそうだ、倒すべき敵の名が知りたい。戦わない俺に価値はない。そんなことはないと思う。生き方の問題だ、お前には分からん。やるか。降りかかる火の粉を払おう。ソフィア、頼むぞ。任せて。当然。気配が変わった。体勢を下げられたの？忘れ物から闇が生まれるのね。闇を作り出す理由は何だ。もし誰かが教えてくれても理解できない気がする。まるで抜け道だな。せっかくだから戻っておく。宝箱があるわね。
これでどこかの障壁が解除されたはずね。ジャック、大丈夫？ああ。心の拠り所だった使命感、それが消えてしまったんだもの。これまで通りじゃいられないでしょ。でも、ルフェインの闇はまだ生まれ続ける。俺たちの仕事はまだまだ残っているんだ。デドの言う通りだ。ジャック、いる間もいい。だが踏ん張ってくれ。俺たちがあんたを支える。ねえ、キューブじゃない？さて、どうするかな。健康だ。まだ！いけるぞ。綺麗。ネオンもそんな気持ちになるんだ。ゼドは黙ることを覚えた方がいい。ああ、はい、黙ります。お出ましね。なるぞ、ついてくる。頼むぞ。強い男に頼らない。体勢を下げられたか。マフしちゃったのね。やれ。解毒した方がいいわ。せっかくの庭園が荒れちゃうね。美しいものは散るかだね。もう忘れよう。妨害されてるわね。何をしても倒す。ジャック、とどめよう。やれるけどな。何かあるな。これで行く。これで変更だ。当てに帰り道に使おう。多少は楽になりそうだ。やるか。ジャック、戦おう。これで行く。さてと。手ごわそうなのがいるわ。
当てにしてもいいか。形勢は良くないな。簡単ではなさそうね。集中しろ。そうじゃ、頼むぞ。強い男に頼られるのは。お疲れさ。好き放題されてるわね。大丈夫だ、俺たちの方が強い。ジャック、開けてみよう。出てきたか。さっさと片付けましょう。ただの紛失行だな。破壊しておきましょう。交換だな。まだ先は長いぞ。よし、ショートカットの完成だ。戻るときはここを通るぞ。さっきの塔で何か見た？はっきりしない。ジャックは何を見たんだろうな。ジャックに思い出してほしいことって、あの場所のことじゃないってのだけは確かだ。これで行く。これで変更だ。ただの紛失行みたいね。目障りだ。怖い。面白そうなやつだな。闇が突き出ているんだ。潰しておこう。耐えられるかしら。ただの紛失行か。助けを呼びつかれたか。気ができたぞ。穴を壊してしまおう。ジャックはこの先も戦えるの？強敵の気配感じてるよね。戦うさ。アストスから敵の名を聞くためにもな。キューブがある。調べておこう。これは貴重だ。ご満悦ね、ジャック。
ベヒーボスだ。なぜこいつの名前を知ってるんだ。生きてやるさ。ハッシュ、当てにしてもいいか。任せて。力が湧いてくるよ。さて。殴ってもダメよ。攻撃を集中させて結晶を壊しましょう。何度ここへ来たんだ。やっと切り離すことができた旧世界だ。向こうから接続されたらかなわないからな。だから光と闇の均衡を計測している。もし均衡が崩れそうな兆しがあれば闇を透過し、それでもダメなら再創生をする。この聖地で美しいルフェインに制御不能の神秘の力は似合わない。聖地で美しいルフェイン。俺はルフェインから来たのか。俺自身が贈り物だとはな。なるほど、お前たちはルフェインの忘れ物か。待て！